はい、どうもダンドラと申します。そして、はい、どうもダンドラと申します。そして、はい、というわけでバニラビーンズさんに遊びに来ていただきましたんでもう一往復するかなと思ったけど行きましょう。ということで、お互いにデッキを新しく組んだので対戦していこうと思います。最初グー、最初ポイ、あ、おいた、はい、あ、いるいる、おらん、おらんは、おらんは、はい、オッケー、はい、水タイプ、せすらぎ俺先払わんといけんからな、マジで亀が逃げれんくなるから。あれ、あれ、自分のスタジアムだけど、自分のスタジアム。お願いします。先行から置くみたいなルールがあるらしいっすわ。うち殴られることってない。初心者だからルール知らないんだ。教えてあげますよ、ルール。ハイパーボーリング、ハイペーボール、ヒトデマ持ってくるんですけど、はい、はい、どうぞお願いします。ちょっと今、マジかっていう現象が起きてたわ。何がいいの？リーレ、はい、6枚ドロー捨てますね。でもゼニガメとヒトデマ以外なんかある？いや、まあ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 、ちょっとね、ネスティングボーラー、はい、はい、いや、この番せすらぎ置かないとやばいんじゃない？無駄目エネルギーですね、これは。じゃあせすらぎの丘置けなくて、よしよし、終わりです。あっと、全部フリージングやめて。いや、後ろに貼りますわ、はい、後ろに手張りして、で、茶色もらったら強すぎる。怖そうだな、一旦待ってもいいけど、いや、白リングで、ホワイトリング、じゃあ終了で。舐めてますね。スターミー、はい、スターミーに水、はい、水ウォーターエネルギー、はい、で不思議な雨、うわぁ、ダーリー、負けたぜ。こうかな。あ、それが、あの、噂のね、そう、噂の新カード。はい、まだ発売してないけど、まあ、裏ルートから入手しましたね。はい、いや、なんか、あの、まさか、これも落ちて、これと、これも落ちて、途中、ベストボーラー、シゲノゴロウで、これは、まあ、第1期もこのルート、第2期もこのルートで、どっちも消滅したんで、しようがなくて、あの、同じく。ちょっとこの4枚で、丘引きたいっすわ。はい、ああ、ね、のルートに、一番、まあ、第3、第3、払って逃げりゃいい。焦るのがいい。そうなんですけども、これを払って、スターミッケ、ストレンジウェーブ、40点与えつつ、エネオ3枚ね、持ってきて、貼っつけることができると。自分のポケ1って。噂の質問の中ですね。ちょっと、スターミ1枚引きます。はい、いや、やべえ、やべえ。とりあえず手回りして、はい、グズまで、ゼニガメ前で、ほう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 、とりあえずサイドを取りに行く。まあ、そうですね、取りに行かないとやばいんで、で、他ないんですよ。なんで、じゃあコールディングサイクリング、サイクリングでね、後ろに付け直して、いやいやいや、終わりです。サイドロー、激アツか。いやー、そう、グズマがな、腐っちゃってるからな。ジークスは弱いね。ジークスはちょっと強めなんで150ですけど。いや、で、ちょっとこいつベンチ戻ったら水で、ね、はい、回収してくれるんですよ。もうあれが靴が下がりますよ、これ。あ、下がるみたい。逃げ、あれ、どっちか。お望み通り2枚戻して、はい、ロケットスプラッシュ 60×戻したエネの枚数打点なので120点で、はい、リセットをします。やばいやばい、種ポケモン引けないと負ける。一枚引きます、はい、いやーやー、ついたついた。おー、繋がっていく。ボーズめくれじゃん。繋がっていく。で、手割りして、手割りんごバトンも貼っときますか。はい、バトンを貼っといて、ここはコールドサイクロンで70ダメージですね。硬いコーラでマイナス30と、40ダメージ。じゃあ終わりで。40ダメージ。はい、お互いの確かめを。助けてくれ。人で男出して、はい。はいはい。これ2枚ストレンジウェーブ挟んどかなくて大丈夫。いや、もうグズマ打てないからさ。縛られてるんで。よし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 、裏はしっかり揃っていくと。じゃあ2枚、はい、返却して120ダメージします。いや、やばいやばいやばい、ドロサポ頼む。ドロサポ来てくれ。
次手張りしちゃえば勝ちか。1枚引きます。はい、1枚ついてんのか。そうそうそう。はっ、あっ、来た坊主めくってんなー。ルッキー、いや、ルッキーで、2000円手張りします。はいはい、いや、あのね、カード、とあるカードさえ引ければいけるんだ。で、じゃあコールスパイクの40ダメージで、じゃあ80人、はい、で、ウピーにエネを2枚つけて、2枚になります。はい、2個か。で、終わりです。ドロー。人で、シンが補欠で、人で戻して、対象はなしで、対象なしで、はい、これカメールスを入れようって入れてないんだよ、まだ。あ、カメール入ってもだいぶね、話変わってたんだけど。2枚それはね、ワンチャンフリーザ落ちないとかないですか。いやでもこれでエネゼロになるし。そうなんですよね。ただフリーザーがいなくなるからグズマが打てるようになるんじゃないか説。ロケットスパッシュで、はい、120ダメージ、はい、でバトンの効果 で、 そうです、ね、超火力ハイドロポンプかまして、うん、カメックス飛ばすわ。いやもう負けいいわ。言うてね、何点出るかと。160ぐらいじゃないかな。1枚引きます。はっ、はっ、全くせえ。マジで。いや、ね、ウーパーでも次のまま飛ませなくない？いや、そうだね、そうだね。となると、じゃあ、ハチマキの水かけで20ダメージで、100っすね。終わりで。いや、まだ諦めてないよ。マジで？はい。この手札が止まってるんで。よし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 。もう一旦もらえるぞ、これ。おわ、マジっすか。いただきます。はっ、あっ、来た。まあまで、うわぁ。まあ、ハチマキと入れ替え動画してますわ、はい、で、4枚引きます。他なんか食事サイクルやな。4枚、そうか、うん、僕はあんまりそんな風に思わないけど、鼻周りが、鼻周りが甲羅込みで落ちんのか、身を立てれば。そうですね、ドロップを打てれば行くわ。ここと、いやまあ、この2枚をつけて、はい、で、いやマジこのデッキさ、何のデッキか分かんねえじゃん。マジフリーザー耐えて無王で殴るデッキみたいな。じゃあ、カットお願いします。持ってくる。じゃあ進化して、はい、じゃあ最強火力のハイドロポンプお願いしてるんで、1,2,3,80 追加の140,170 の甲羅込み140でぴったり。よしよし、再度3枚追いつかれていく。1枚、ちなみにこれ、あのデッキ使う感じのプラス3人か。いやー、これはちょっとさすがにやばいかな、それしたら。これで明日行ってないんじゃないですか。私はあと4枚追いつけ。単価、はい、どうぞ。こいつ、はい、カメ、アメ、はい、進化、はい、手羽、あー、やべえな、はい、ストレンジウェイブ、40ダメージ、40点。ちょっと出てんねは負けルートなんだよな。なるほど。じゃあ1枚引きます。はい、いや、よしよし、いけるぞ、パルキア GX 出します。出して、待って、ネストボールも使う。はい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 、ネストボーリングで、ここはね、一旦フリーザー呼びますわ。はい、フリーザー呼んで、デッキのカットお願いします。デッキのカットをして、はい、で、いや強いぞ。入れ替えフロット、おわー、守ってるわな、出すってことは。で、出して、で、じゃあ押し流すで、なるほど、自分のベンチの水の右を全部前に。これゼロハニッシュ刺さんじゃないの。いや刺さるよこれは普通に。いやもう 全力だわ。アクアパッチングパッサーでつけて、でこれパルキャにつける、はいはいはい、でつけて、じゃあ GX 技ゼロバニッシュ GX で。これはどっちに行くんだ。落ちるポケモン、相手の場のポケモンについてエネルギーを全て山田に戻して切らない。多分先戻るんじゃないかな。じゃあ全部一回戻して、はい、でスターミンを気づかせると。よし、これ勝てるぞ、ワンちゃん。マジで、マジで勝てるぞ。はい、いや、まずは僕はグズマを持ってるかみたいなところだって思うけど。で、じゃあ左右1枚。薄いぞ。1枚もらえます。どうよ。さすがに、まずいんすわ。よしよし。いや、でも、今僕はグズマないよ。
三。白で白なんでこのままちょっと六枚ですね。なんだこの手札。ふざけんなまして。見据えれないやつ。いやーれんそーらんそーらん。ああいやでもなんか気分いやウェーブ人事スキップいって、まあ、じゃあ1枚引きます。はい、一旦ネオに手割りして、はい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 、手割りしたとりあえず押し流します。絶対しない。過剰に過剰に、それは過剰だね。いやこのまま殴るわ。はい、じゃあこのままハイドロプレッシャーで熟します。はっデュロデュローイングして、はい、タンキン グ, タンキング。でもスターミーのストレンジウェーズ打ってる暇はあーそっちか。デレーン、はい、で、とりあえずパワースコール、はいはい、めちゃくちゃあんじゃない。6枚、いやでももうない割とストレンジウェーブでつけてるから、あー1枚、そう、なるほどね。多分この1枚は大きな1枚になるのではなかろうかと。いや、なるね。ネオワンパンできるようになるからね、手張りで。で、こいつ死んだらもうどうせあれだから、ここに貼っといておくて、はい、スターミー逃げまして、はい、ロケットスプラッシュ、はい、3エネ、返却して180ダメージ出店で。いや、クソバトンつけなかったな、こいつに。お願いします。はい、なると、無理じゃね。負け、シーソーゲーム0番にしゅって負け。1枚いきます。最後1枚だよね、あと。そうそうそう、1か。アックアパッチマッチね。まず1枚ゼロにつけて、いやクラッシュハンマーめっちゃ打ってきたね、やばいな。白なで、白な。いやこれちょっとね、あるカード引ければまだ、耐えれる。なんだ。じゃあデッキのカットお願いします。はい。はい、じゃあ六枚で。よっ。十三。四五六。よしよしよし。いいなに。まだ大丈夫、まだいけるまだいける。ハイパーボーで。ハイパーボー。ハイパーボーで。ハイパーボーで。でハイパーボールで捨てて、こいつならこいつなら耐えることができる。壁が来た。でカットお願いします。いやまだね、あの見捨てられてない。入れ替えフロント、なるほど、出して、この番まだ手割りはしないね、赤パンツだから、うん、手割りしないから、グズマ3枚来ちゃったんだよな俺な。手割りして、はい、で出前に出して1年押してキングザブーン、いや、出ないっすね。そうかゼロ番にしたからよくわかんないわ。そうか、そうか、で終了でドローイング。めっちゃいい勝負してやね。これ何枚つけば飛ばせるの？5枚つけば飛ばす。5枚だよね、ワンチャンあるよな。手張り、リサイクル。待って、終わったくせパースコールで2枚ついたらか、2枚ついたら、ワンパソ。強いよな、5枚で300強いと思う、マジで。ズガノンは今250なのに。はい、じゃあカメックスパワースコール、はい、運命の、ちょっと頼む。1枚なら許せる。いやもう終わったじゃん、絶対終わったじゃん。おい、4になった。ということで、はい、ありがとうございました。